どう考えても普天間問題の解決は、今の鳩山内閣内無理です、したがって、これは基本的に退陣せざるを得なくなるだろうと思います、そうすれば、菅君か前原君か知らないけれども、頭が変わる、雰囲気が変わる、さあ、自民党を勝てますかと。 体制の刷新が必要だと改めて執行部の交代を求めました。舛添氏は今日午後、宮崎県の東国原知事と会談し、同州制の導入など地域活性化をめぐって意見交換する予定です。新党結成は否定する舛添氏ですが、人気知事との連携をアピールし、存在感を示す狙いもあります。